大丈夫だで乗り切った日本の辛い日々。3月29日、新型コロナウイルス肺炎で亡くなった志村けんさん。悼まれる死は日本人だけでなく外国人の間でも大きな衝撃が広がっている。特に約30年前、出稼ぎや留学で来日した数万のパキスタン人、イラン人にとって志村さんは絶大な人気があった。彼はどんな存在だったのか。3人に思いを聞いた。聞き手、玉本英子、アジアプレス。在日パキスタン人志村けんさんの番組は視聴率 99% だった。タリク・アリさん、パキスタン出身、中古車販売業、仙台市、57歳。大学を卒業後、1987年に来日。最初、関東地方の工場で働きました。当時、インターネットはなく、一番の楽しみがテレビ。か、とちゃんけんちゃんご機嫌テレビ。志村けんの大事よウブだは、在日パキスタン人のほとんどが見ていたはず。当時私は、狭い、小さな部屋に4、5人で、共同生活していました。仕事が終わり、みんなで夕食を食べながら、番組を見て笑い転げていたのを覚えています。志村さんがすごいのは、日本語がわからなかった私でも理解できて面白かった、こと。パキスタンにも、本当のお笑いがあって、志村さんの芸はそれに、少し近いんです。その後、私は、日本人女性と結婚して、娘はもう大学生です。最近は、天才、志村動物園を見ることが多かったですが、残念でなりません。日本で働いていた、パキスタン人の多くは帰国したのですが、SNS を通して、訃報のニュースは伝わっています。彼らも相当なショックを受けていました。日本語は、志村さんの番組で覚えた。ザエ・ルダニッシュさん、パキスタン出身、解体業、栃木県矢板市、52歳。89年に来日、埼玉県で、中古車販売業を始めました。日本語も文からないから、日本人の友達もいませんでした。だから、私にとって、最初に好きになった、日本人は、テレビの中の志村さんです。変なおじさんの真似をしてバカやったものです。日本語学校へ行ってない私が言葉を覚えたのも、彼のコントからです。車の仕事がうまくいかず、とても辛かった。そんな時、大丈夫だと、よく自分に言い聞かせたものです。そして、志村さんのコントを見て笑うことで、日本での辛さ、寂しさを、一瞬だけでも忘れることができました。心の拠り所だったと言えます。今回の訃報を聞き、悲しみでいっぱいです。早すぎる死です。日本の宝、彼の代わりはいないのです。パキスタンでも新型コロナウイルスの感染者が出ていて、封鎖された地区もあります。日本のようにマスクもない。人々は不安な日々を送っています。イランでは、おしんの次に有名なのが志村さん。レザークサイアスルさん、イラン出身。会社経営、テヘラン市、52歳。日本とイランを行き来しながら翻訳業などの会社経営をしています。現在、テヘランにいますが、志村さんの番組が大好きで、3月17日放送の志村でナイトをネット経由で見たところでした。彼が新型コロナで入院したことを知り、心配していましたが、まさか亡くなるとは、涙が出ました。私は、早稲田大学留学のため89年に来日、日本語学校へ行っている時、テレビをよく見ました。話芸中心の漫才は、言葉の問題もあり、笑いにつながりませんでした。
一方で志村さんは言葉と関係なくコミカルなアクションと演技で笑わせるんです。変なおじさん、バカ殿様、ひとみばあさん、志村や全部見てましたよ。彼の顔立ちがはっきりしていて、ちょっとイラン人っぽいというか、親しみを感じさせるところもありました。志村さんは単に人を笑わせるだけじゃなく、社会風刺もネタにしていたと思います。例えば志村運送物語、働かないのに偉そうにしている志村社長とその下で苦労する奥さん、給料が遅れるとか生活が大変とか日本社会の一面も教えてくれました。志村さんを奪った新型コロナウイルス、イランも感染者が多いのですが、私のいるテヘランは今のところ落ち着いていると思います。現在自宅待機要請が出ているため、食料品や医薬品を扱う店も外は閉まり、人の姿はまばらです。外出時はほとんどの人が手袋とマスクをしています。マスクは日本と同じように入手が難しい時がありますが、トイレットペーパーは十分にありますし、買いだめとかパニックにはなっていません。イランではドラマ、おしんが有名です。その次に知られているのは志村さんではないでしょうか。私たちの大スターです。宅のイラン人は彼の死を悲しんでいます。ネット配信を通して彼のコントを楽しんできましたから、志村けんさんの名は多くのイラン人の心に刻まれることでしょう。